こちらのお店にお邪魔しようかなと思います。というわけでね、今日は宝冠町商店街にやってきました。で、今日はね、まあいろんなお店を今まで紹介してきた中でちょっとね、気になる場所、スルーしてしまったお店をご紹介しようかなと、思います。まあいろんなね、老舗があったり、新しくできたね、お店が、あったりとかあるんですけど、こちらのお弁当屋さん、食堂屋さんなんですけど、今閉まってるんですけど有名ですね。こちらのザグザグさんも閉まるのが早いんですよね。こちらのお店にお邪魔しようかなと思います。すいません、お願いします。いえ、あ、そうですね、たこ焼きを12個とあと生ビールを一つお願いします。もう創業が昭和28年、はい、ということはもうこの宝冠町がお店がいろんなお店ができ始めてってことですよね。ですよね、はい、失礼します、はい、よし、そうです、やってました、はい、こっちはやったんです。たこ焼き出されたんですか。たこ焼きやったんです。さすがにやっぱ厳しい、ね、タコが大きいですね。そうですよね、もう、でまた小麦とかね、値段が上がってくるので、このソースもやっぱり自家製というか、まあ少しミックスしてるから、じゃあちょっとお店のオリジナルと。これはもう夕方までやられてるというか、夜、あ、7時まで。青のり生姜かけるようになります。お願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。失礼します。はい。こんな感じです。ですけど、なんかすごい懐かしいんですけど、はい、めちゃめちゃ懐かしいんですけど、ね、いいね、めちゃめちゃうまい。大阪のたこ焼きっていうよりかはもう懐かしの昭和のたこ焼き、バイバイ、またね、はい、ありがとう、はい、バイバイ。地元密着型ですね。そうなんだ。いいですね。アメリカのなんか入り身っていうか、まあ中にはいろいろあるんでしょう、うん、もうずっと今より何のお店だったんですか。大昔、大昔はいろはのお肉屋さん、お肉屋さん、お肉屋さん、大昔は精肉店ってことですか、うん、そうそう、ここ精肉店がたくさんあったんですよ。あ、そうなんですか。一部にさんとか、ここはもう精肉店は今はもうもうないないないですよ。スーパーはあれだったね。あの吉田の楽器屋さん。あ、楽器屋さんもあったんですか。レコード屋さん。うん、いやそれも全部。ちょっと気になるのは、はい、安取牧場のジェラートをちょっと食べてみたいんですけど。ああ、そうですか。僕も行ったことあるんですよ、撮影で。でもこういうところで出されてるっていうのがめちゃめちゃ。そうなんですね。ちょっと。ありがとうございます。いや、やっぱすごいな。ちゃんとカップだ。ついてる。うん、あ、もうね。たこ焼きとジェラート。いいですね。なんか。最初はどうかなと思ったんですけど、なんか食べ終わったら甘いの欲しくなるんですよ。ちょうどいいですね、バランス的に。はい、じゃあまだフラッと寄りますね。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。はい、食べ失礼します。はい、いやー、よかったですね。昭和のたこ焼き屋さんで、まさかね、ジェラート、安取牧場のジェラートがいただけるとは思わなかったですね。なんでたこ焼きにジェラートかと思ったんですけど、たこ焼き食べてから分かりました。甘いのが欲しくなるという心理になるのは間違いないです。ぜひ皆さん行ってみてください。こういう感じでいいお店です。はい、ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら、編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。